ジャパンディスカバリー TV。 はい、牛でーす。今回はですね、漫画についての動画を撮っていきたいと思います。皆さん、日本の漫画を読んだことがありますか？日本の漫画はとっても面白いですよね。日本の漫画は特有の繊細な絵のタッチや複雑で奥深い表現やストーリーのものが多く、とても海外で人気があります。現在世界ではアメリカのアメリカンコミック、フランスやベルギーなどを中心とした地域で読まれているバンドデシネ、そして日本の漫画が漫画文化の主流になっています。今では大きな括りとして少年漫画、少女漫画、青年漫画、大人向け漫画ができ、子供から大人まで世界中の人々が楽しめる娯楽へと発展を遂げていますよね。そんな奥深くて面白い日本の漫画をこれから説明していきたいと思います。これさえ見れば今まで皆さんが思っていた漫画についての疑問を解決することができ、日本の漫画の成り立ちを理解することができると思います。この動画を最後まで見て漫画について詳しくなってください。それでは早速説明に入っていきましょう。レディーゴー。はい、これから漫画の説明をしていきます。まず最初に皆さんが日本の漫画をイメージしやすいように、日本の有名な漫画を何冊か用意しましたので、それを見てもらいたいと思います。それではどうぞ。じゃじゃん。今回用意した漫画がこちらです。はい、こちらがワンピースですね。で、こちらがブリーチですね。で、こちらがナルトです。で、こちらがドラゴンボールですね。はい、で、こちらが週刊少年ジャンプです。はい、で、これら以外にですね、有名な日本の漫画はあるのですが、今回はこれらを用意しました。はい、でですね、これらは全て漫画ではあるのですが、本の大きさが違いますし、本の厚さも違いますよね。はい、でですね、なぜ見た目が違うのか説明してから漫画の説明をしていきたいと思います。はい、なぜ見た目が違うのかについてなのですが、はい、こちらですね。はい、こちらはそれぞれの呼び名が違います。はい、この4冊は単行本と呼ばれていて、これですね、これはこのジャンプは漫画雑誌と呼ばれています。この漫画雑誌とは数多くの漫画が掲載されている本で、それぞれの漫画の最新話が掲載されます。そして単行本とは漫画雑誌に掲載されている一つの漫画の何週分かの掲載を一冊の本にまとめたものです。なのでこの単行本にはそれぞれの漫画のストーリーしか載っておらず、この漫画雑誌は多くの種類の漫画の最新話が載っているため、本が分厚くなり見た目が違うことになります。皆さん、分かっていただけたでしょうか？この単行本と漫画雑誌の違いを分かったところで、これから漫画の説明に入っていきたいと思います。はい、これから漫画の説明をしていくのですが、とても漫画は奥深いので、皆さんに分かりやすく説明するために、これから3つのポイントに分けて漫画の説明をしていきます。1つ目は、漫画とは何か。二つ目は漫画の種類。三つ目は漫画の歴史です。それぞれ詳しく説明していきます。それでは、行きましょう。まず、一つ目の漫画とは何かについて説明します。漫画とは、結論から言うと、漫画には明確な定義がないんです。これを聞いて、皆さん、びっくりされたんじゃないでしょうか。定義がない理由は、漫画と呼ばれるもののジャンルや媒体が広すぎるからだそうです。とても意外ですよね。
見る人を楽しませる、もしくは何らかのメッセージを伝えるために描かれた絵は全て漫画と呼ぶことができるのらしいのですが、それでは少し分かりにくいように思います。そこで皆さんに漫画をイメージしてもらいやすいように、漫画には明確な定義がないとした上で、日本でよく漫画と呼ばれているものの説明をしたいと思います。それはコマ張りのある絵を主体とし、セリフ、擬音語などを補助手段として出来事や物語を娯楽的に、時には風刺的に表したものです。どうですか？分かりやすくなかったですか？ここで実際に漫画の中身がどのように書かれているか皆さんに見てもらいたいと思います。どうだったでしょうか？とても絵が上手くて繊細で、その上ストーリーも面白い。漫画家さんは本当にすごいですね。いつも面白い漫画を描いてくださりありがとうございます。日本では漫画のことを一般的に漫画、コミックなどと呼称されています。漫画の語源は字義的には気の向くままに漫然と描いた絵という意味ですが、なぜその名前が付けられたのかは諸説あり定かではないです。次に漫画の種類について説明します。漫画は大きく2種類に分けられます。その2種類とはカートゥーンとコミックです。カートゥーンとは遊び心や風刺のある一枚絵のことを言い、主に戯画、風刺画、落書きのことを言います。そしてコミックとは遊び心やメッセージが込められた絵や言葉を組み合わせて作られた物語のことを言い、コミック漫画やアニメ、劇画のことを言います。最後は歴史について説明します。どのようにして日本の漫画が作り上げられてきたのか、最初から最後まで詳しく説明しますので、少し長くなりますが気楽に聞いてください。それでは行きましょう。